ブラックウォーはバンディメンズラントで1800年代前半に起こったヨーロッパ人入植者とタスマニアンアボリジニーの争いであり、主に両者によるゲリラ戦となった。入植者側には200人を超える死者が出たが、タスマニアンアボリジニー側の死者は600人から900人で、ほぼ全滅とされる。歴史家の間では、ブラックウォーをジェノサイドと定義すべきかどうかについて議論が巻き起こっている。 なお、ブラックウォー及び、ブラックライン作戦という用語は、ジャーナリストのヘンリー・メルビルが1835年に造語したものだが、歴史家のリンドール・ライアンはこれを、タスマニア戦争と呼ぶべきだと主張している。ライアンはまた、両陣営からの戦没者を追悼する追悼碑の、混流を求めた。1820年代後半に、アボリジニー、入植者双方の暴力が激しくなり、 治安が悪化したため、ジョージアーサー副総督は、戒厳令を発し、事実上、アボリジニーの殺害を合法とした。そして1830年後半には、後にブラックライン作戦と命名される、大規模な6週間の軍事攻撃の開始を命令した。この作戦は、2200人の民間人と兵士が島の数百キロに及ぶ戦線を形成し、入植地に住むアボリジニーを、 南東のタスマン半島に追いやり、そこに永久に閉じ込めることを目的としていた。ブラック・ウォーは伝統的なアボリジニーの狩猟場であったタスマニアの地域全体にヨーロッパ人入植者と家畜が急速に広がったことによって引き起こされた。歴史家、ニコラス・クレメンツはアボリジニーの暴力を抵抗運動、すなわち侵略、または占領している敵に対する武力行使と表現している。 クレメンツによると、アボリジニーの暴力行為は当初、ヨーロッパ人の残虐行為への報復と、囚人、入植者、兵士によるアボリジニーの女性や、少女の誘拐、レープ、殺人が蔓延したことを同期としていた。さらに1820年代後半からは、入植による改革で狩猟場が縮小し、獲物が姿を消したこと、また狩猟の危険性が高まったことで食料が手に、 入らなくなるという事情が加わり、飢餓に迫られたために入植者の家から食料を奪うようになった。一方、ヨーロッパ人の暴力行為は、アボリジニーの攻撃に対する恐怖心の高まりと、アボリジニーを絶滅させることが平和を維持する唯一の手段だという確信を同期としていた。クレメンツは、アボリジニーの暴力が激しさを増すにつれ、偏教の人々による復讐攻撃や、 先制攻撃の頻度も増していったと述べている。アボリジニー側の攻撃は、ほとんどが昼間であり、槍、石、ワディなどの様々な武器を使って、入植者や羊飼い、家畜を殺傷し、家や干草の山、作物に火をつけることもあった。一方、ヨーロッパ人側の攻撃は主にアカウンや明け方、民間人や兵士からなる追跡隊や放浪隊が、 ブッシュキャンプで寝ている間を狙って行われた。双方とも女性や子供が犠牲になることが多かった。1830年以降、アーサーはアボリジニーの捕獲及び殺害に報奨金の支払いを決定した。その後、1829年からは人道主義者ジョージ・オーガスタス・スロビンソンの協力を得て、アボリジニーに幸福と遺送を受け入れるよう説得する。 有効的な任務が開始される。1830年11月から1831年12月にかけていくつかのグループが彼の申し出を受け入れ、46人が当初は脱出不可能とされたフリンダース島に移送、収容された。1832年1月以降、アボリジニーと入植者の争いはほとんどなくなったが、その後4年間でさらに148人のアボリジニーが、 大掃除として、島の北西部で捕らえられ、ハンター島、そして、フリンダース島へと移送、収容された。バンディーメンズランドでは、1798年末に、海兵隊が商業活動を開始していたが、ヨーロッパ人がこの島に、初めて本格的に進出したのは、その5年後の1803年9月、現在のホバートに近いラーウェント川のリスドンに、 小さな軍事前哨基地が設置されてからであった。その後5ヶ月の間に地元のアボリジニーと入植者の間に発砲騒ぎやアボリジニーの少年が捕らえられるという事件が起こった。1804年2月に植民地の初代副総督として着任したデビッド・コリンズはロンドンからヨーロッパ人によるアボリジニーへの暴力行為を処罰するよう指示を受けたが、その指示を公表しておらず。 そもそもこのような紛争に対処するための法的な枠組みが構築されていなかった。バンディメンズランド、ウーズ川の原住民1838年、ジョン・グローバー作。1804年5月3日、農場で遭遇した約100人のアボリジニーの集団に警戒したリスドンの兵士が発砲。これに入植者や囚人がライフルやピストル、マスケット銃で火星するという事件が起こった。 ロバートノップーとハンジはその後の調査で5から6人のアボリジニが殺されたと述べたが他の目撃者は50人もの男女や子供が死んだと主張したまた30人もの遺体が後に燃やされるか腐敗した匂いを消すために埋められたという探検家で海軍士官のジョン・オクスレイは1810年の報告書で北部の囚人によるアボリジニへの多くの残虐行為に言及しそれが アボリジニーによる白人の単独狩猟者への攻撃に繋がったとしている。1807年から1813年にかけて、ノーフォーク島から600人の入植者が到着したことで緊張が高まった。彼らは、ダーウェンと川沿いやタスマニア州、ローンセストンの東西に農場を作り、バンディーメンズランドの10%を占領した。 1814年には12,700ヘクタールの土地が工作され、5,000頭の牛と3万8,000頭の羊が飼育されるようになった。入植者たちは暴力を用いて土地の所有権を主張し、アボリジニーのキャンプを野襲して、両親を残殺し、孤児となった子供たちを奴隷にするため誘拐した。この攻撃が南東部の入植者が持つ家畜を対象にした。 報復攻撃を促した。1817年から1824年の間に植民地の人口は2000人から12600人に増え、1823年だけでも1000以上の土地が新たな入植者に与えられた。この年、バンディーメンズランドの羊の人口は20万人に達し、いわゆる入植地区は島の総面積の30%を占めていた。 急速な植民地化により、伝統的なカンガルーの狩猟場は、放牧された家畜やフェンス、鍵根、石垣を備えた農場へと姿を変え、一方で、警察や軍のパトロールは、囚人農場労働者を管理するために強化された。しかし、1820年になると、暴力行為が頻繁に起こるようになり、あるロシア人探検家はその年に、タスマニアの原住民は、 ヨーロッパ人に対して永遠の敵意を抱いていると報告している。1820年代半ばからは入植者とアボリジニー双方による襲撃事件が急増した。クレメンツによれば入植者がアボリジニーを襲撃した主な理由は復讐、スポーツとしての殺害、女性や子供への性的欲求、先住民の脅威の抑圧であった。バンディーメンズランドでは 男女のバランスが非常に悪く、1822年には男性入職者の数が女性の数を6対1で上回り、囚人の間では16対1という高い比率になっていた。クレメンツは先住民の女性に対する旺盛な欲望がブラックウォーの最も重要な引き金になったと指摘し、次のように述べている。1828年頃まではセックスが原住民を攻撃するための 中心的な動機であり続けていた。1825年から1828年にかけて先住民の襲撃件数は年々2倍以上に増え、入植者たちはパニックに陥った。クレメンツはこれは従来の戦争ではなく、敵は従来の方法では対処できなかった。アボリジニーは一つの民族ではなく、いくつものバラバラな部族で構成されていた。彼らには 本拠地もなければ認識できる指揮系統もなかった。と述べている。1824年5月から植民地の総督を務めたジョージ・アーサーはアボリジニーを英国法の保護下に置き彼らを故意に殺害し続けるヨーロッパ人を告発し裁判にかけると布告した。一方、1826年9月には同年初めに入職者3人を槍で刺した罪で 逮捕された二人のアボリジニーを公式刑に処した。アーサーは、刑の執行がさらなる残虐行為を防ぎ、融和的な行動につながると期待していた。しかし、1826年9月から11月にかけて、さらに6人の入職者が殺害された。その中には、キャンベルタウンの立派な入職者であるジョージ・テイラー・ジュニアも含まれており、彼の遺体は、たくさんの槍で突き刺され、 石や輪着で殴られた頭部はひどく粉々になっていたと報道された。これに対してコロニアルタイムズ紙は自衛は自然の第一法則である。政府は先住民を追い出さなければならない。そうしなければ彼らは野獣のように狩られ破壊されるだろう。と主張するとともにすべてのアボリジニーを定住地区からバス海峡の島に強制的に移住させるよう求めた。 ヨーロッパ人が最初に接触した時のタスマニアの部族の地図パニックの高まりに対応して、アーサーは1826年11月29日に政府通達を行い、認定された国家から侵略を受けた場合と同様に、入植者やその財産が攻撃された時、アボリジニを殺すことができると宣言した。この通達は、コロニアルタイムズ誌ではアボリジニーに対する宣戦布告と受け取られ、 入植者の中には彼らを撃ち殺すのは崇高な使命だと考える者もいた。しかしクレーメンツはアボリジニーを殺すことの合法性は入植者には明らかにされていなかったと考えており、歴史家のリンドール・ライアンはアーサーには彼らを降伏させる以外の目的はなかったと主張している。1826年から7年にかけての夏、アボリジニーのビッグ・リバー、オイスター・ベイ、 ノースミッドランズ氏族は、農場の家畜飼育者に槍を突き刺し、入植者とその羊や牛は、カンガルーの狩猟場から移動するよう要求した。これに激しく反発した入植者により多くの大量殺戮が行われたが、当時はあまり報道されなかった。1826年12月8日、キッカーターポラーが率いる一派が、 タスマニア州リッチモンド近くのバンクヒル農場で農場監督を脅したが、その翌日には、フット第40連隊の兵士が、オイスター米国のアボリジに14人を殺害し、キッカーターポラーを含む9人を捕らえて投獄した。1827年4月、今度は、ロンセストンの南、キャンベルタウン近くのマウントオーガスタスにあるヒューマレーの農場で2人の羊飼いが殺害された。 この報復として、第40連隊の分隊を伴った入職者の一団は、夜明けに無防備なアボリジニのキャンプに攻撃を仕掛け、70人ものアボリジニの男性、女性、子供を殺害した。3月と4月にも何人かの入職者と囚人の使用人が殺され、追撃隊は夜明けの襲撃で報復攻撃を行った。1827年5月、 オイスターベイのアボリジニーがタスマニア州スワンシー近くのグレートスワンポートで家畜管理人を殺害し、これに対して兵士、野戦警察、入植者、家畜管理人の一団が犯人のキャンプに野襲をかけた。報告書にはこう記されている。小さな焚き火を囲んでいる暗い集団に一斉に銃弾を打ち込み相当数を殺害した。タスマニアのアボリジニーが 羊飼いの小屋を襲う様子。サミュエル・カルバート作。ライアンの計算によると、1826年12月1日から1827年7月31日までの8ヶ月間に、入植地で15人の入植者を殺したことへの報復として200人以上のアボリジニーが殺された。1827年11月にソレルバレーで行われた1回の追跡で、 オイスター米に住む150人の一族全員が殺された可能性があり、アボリジニーの人口数は大幅に減少した。9月、アーサーはさらに26人の野戦警察官を任命し、第40連隊とニューサウス、ウェールズロイヤルベテランカンパニーから55人の兵士を開拓地に配備して、対立の激化に対処した。1827年9月から翌年3月までの間に、 開拓地では少なくとも70件のアボリジニの襲撃が報告され、20人の入植者の命が奪われた。1828年3月までに、アーサーによる1826年11月の公式通知から16ヶ月間の入植地での死者数は入植者43人、アボリジニ350人に上った。しかしその頃になると、 アボリジニーは入植者を殺すことよりもパンや小麦粉、紅茶を盗む入植者の庭からジャガイモやカブを掘り起こすなど略奪により食料を得ることを重視しているという報告が届いていた。アーサーはロンドンの植民地町長官にアボリジニーの人々が白人が自分たちの国を占領し狩場を侵害し自然の恵み 貴重な食料であるカンガルーを殺害したとすでに訴えていると報告しメモの中でアボリジニの人々を島の離れた場所に彼らのために厳密に確保し食料と衣類を供給し保護を与える彼らが平和的に一定の範囲に止まることを条件に定住させることを提案するさらにアーサーはタスマニアの北東海岸を保護区とし彼らの習慣がより文明的になるまで そこに隔離するのが望ましいとした。長官はこの提案を受けて1828年4月19日にアボリジニーを白人居住者から分離する布告を発表しアボリジニーと入植者の接触を規制、制限するために島を2つに分割した。北東部は豊富な食料、河川、川口、湾、そして温暖な気候のため多くのアボリジニーが 伝統的に訪れていた地域で、かつ入植者がほとんどいない地域だった。しかし、この布告は、定住地区からアボリジニーを追い出すために武力を行使することを初めて公式に認めたものであった。歴史家、作家のジェームズ・ボイスは、どんなアボリジニーも、政府がわざわざ定義していない印のない国境を越えただけで、合法的に殺されるようになったと指摘している。 1828年4月、ロンドンの植民地政府関係者に宛てた手紙の中でアンサーはこう認めている。私たちが最初の侵略者であることは間違いありません。時折森に逃げ込んだ囚人の中の自暴自棄な人物が間違いなく原住民に最大の暴行を加えています。私の義務は明らかにその影響を取り除くことです。この対策を達成するためには アボリジニーが入植地に入ることを完全に禁止する以外に現実的な方法はないと思われます。アーサーは第40連隊と第57連隊の約300人の部隊を辺境と定住地区にある14の軍事拠点に配置し国境警備に当たらせた。この戦術はアボリジニーの攻撃を抑止し1828年の 冬の間、定住地区はほとんど被害を受けることはなかった。ただし、その一方で国境に姿を見せた無害なアボリジニーのうち、オイスターベイの一族16人が、7月にイースタンティアの野営地で第40連隊の分隊に殺されている。デイビー知事の宣言文1830年頃、アーサー総督の時代2番ディーメンズランドで描かれたもの。 木に釘付けされた布告版は植民地の人々とアボリジニが法の下で平等であることを示すためのもので、ブラックウォーの真っただ中には存在しなかった友好と平等な正義の方針が描かれている。定住地区の平和への希望は春には打ち砕かれた。8月22日から10月29日の間にオイスターベイトビッグウリバーの一族が家畜小屋を襲撃し、 ベンドウモンドとノースの一族が、東西のナイル川とミアンダー川に沿って家畜小屋を焼け払ったため、39件のアボリジニの攻撃で15人の入植者が死亡した。10月初旬からは、オイスター・ベイの戦士が入植者の女性や子供を殺し始めた。暴力のエスカレートに激高したアーサーは、自身と最高裁長官、植民地財務長官からなる。 バンディーメンズランドの執行評議会を招集し、11月1日に国王の公然の敵となった定住地区のアボリジニに対して戒厳令を布告した。戒厳令の布告は反逆者や敵に対して自衛に由来する戦争中の殺傷権を行使する便利な方法として使われる王権であり、これは事実上の総力戦を宣言するものであった。兵士たちは、 例状なしで逮捕したり、入植地で抵抗するアボリジニを見つけ次第射殺する権利を持つようになった。ただし布告は入植者に対し、以下のようにも命じていた。他の手段で原住民を誘導したり、強制したりして、先に戒厳令の運用から除外した、この島の場所や部分に退避させることができるならば、いかなる場合も実際の武器使用に頼らないこと。 流血をできる限り防ぐこと、自主する可能性のある部族は、あらゆる程度の人道的な扱いを受けること、無防備な女性や子供は必ず救うこと。戒厳令は3年以上にわたって施行され、オーストラリア史上最長の戒厳令期間となった。戒厳令が発令された時点では、5つの種族に、属する約500人のアボリジニーが、定住地区で活動していたが、 アーサーが最初に取った行動は民間の部隊に彼らの捕獲を開始するよう促すことだった。11月7日、リッチモンドから派遣された一団は1827年2月にノーフォーク平原で牧道を襲撃して死亡させたとされる馬荒と彼の妻と子供を含む4人を捕らえた。馬荒は反抗的な態度を取り続け、リッチモンドで1年間にわたって投獄された。 アーサーは、その後、第39フット連隊、第40連隊、第63連隊からなる8から10人の軍事パトロール隊、すなわち追跡隊を設立し、一度に2週間ほど現場に泊まり、開拓地でアボリジニーの捜索と相動を命じた。1829年3月までに23の軍団、合計約200人の武装した兵士が開拓地を歩き回ったが、 その主な目的は殺害だった。3月までの報道によると、戒厳令が発令されて、以来、約60人のアボリジニーが殺され、15人の入植者が犠牲になった。アボリジニーのキャンプへの夜間の懲罰的襲撃。サミュエル・トーマス・ジル作。アボリジニーの攻撃は入植者の怒りと復讐心を煽ったが、クレメンツによれば、入植者が経験した。 主な感情は恐怖であった。1829年の冬、開拓地の南部は戦場と化し、後にアボリジニーの人々は親族が虐殺され、体を切り刻まれたキャンプ場を確認した。さらにアボリジニーの人々は食料や毛布を求めて入植者の小屋を襲撃したり、じゃがいもを掘り起こしたりしていたが、彼らも殺されてしまったという事件がいくつか報告されている。 アーサーは、アボリジニーの人々を和解させるために、4枚のパネルからなる宣言版の配布を手配した。このパネルには、アボリジニーと入植者が平和に共存している様子が描かれており、また、どちらかが暴力を振るった場合の法的な結果も示されていた。つまり、アボリジニーが入植者を殺した場合は、公主刑になるが、入植者がアボリジニーの人々を殺した場合も、 公主刑になるということだった。しかしバンディーメンズランドで入職者がアボリジニーへの暴行や殺害で起訴されたり裁判にかけられたりした事実はない。アボリジニーは入職者への攻撃を続け、1829年8月から12月の間に19人の入職者を殺害した。この年の合計は33人で、1828年より6人多かった。 被害者の中には、ボスウェルの家で焼き殺された、使用人や体を切断された入職者もいた。しかし入職者の報復はそれ以上に激しく、ある遠征隊の報告書には、一晩でキャンプを襲撃した結果、ひどい殺戮が行われたと記されている。1830年2月下旬、アーサーは捉えたアボリジニーの大人一人につき5ポンド、子供一人につき2ポンドの検証金を導入し、 さらに第40連隊からのインドへの軍権隊派兵を止め、西オーストラリアの第63連隊に増援を要請したが、成功しなかった。また、4月には、辺境の開拓地で囚人の数を大幅に増やすことが、入職者の保護につながると、ロンドンに進言し、すべての囚人輸送船をバンディメンズランドに迂回させるよう明確に要請した。 アボリジニー委員会のトップだったウィリアム・ブロートン大司教1830年3月、アーサーは英国国教会のウィリアム・ブロートン大司教を6人からなるアボリジニー委員会の委員長に任命し、アボリジニーが持つ敵意の原因を調査し、暴力や財産の破壊を止めるための対策を練らせた。1828年11月に、 戒厳令が発令されてから16ヶ月が経過し、その間にアボリジニーによる入植者への襲撃は120件、死者は約50人、負傷者は60人を超えていた。同じ期間に少なくとも200人のアボリジニーが殺害されており、その多くは6人以上の集団殺害であった。提出された意見の中には、 協力など苦を染み込ませた小麦粉と砂糖を入れたお取り小屋の設置や両犬を使ってアボリジニーを根絶やしにすること、マオリ族の戦士をタスマニアに連れてきてアボリジニーを捕まえ、奴隷としてニュージーランドに連れて行くことなどが提案された。この調査中にも2月だけで30件の事件が発生し、7人のヨーロッパ人が殺害されるなど敵対行為はさらに激化していた。 1830年3月に発表された報告書の中で委員会はすでに入職者を侮ったり、下記を恐れたりしないことは明白であると指摘した。委員会の報告書は検証金制度を支持し、騎馬警察のパトロールを増やすことを推奨すると,とともに、入職者には十分な武装と警戒心を保つよう求めた。アーサーは彼らの報告書を 英国陸軍士官のジジョージマレイ教に提出し、囚人と囚人監督者がアボリジニーに対して非常に非人道的な行為をしていたが、この植民地のアボリジニー原住民は今も昔も最も配信的な民族であり、彼らが自由入植者から常に経験してきた親切と人道は彼らを多少なりとも文明化する傾向にはないことが、ますます明らかになってきたと主張した。 マレーはこれに対し近い将来タスマニアのアボリジニー種族すべてが絶滅する可能性があり先住民の絶滅を宣言的または隠蔽的に狙った行動は英国政府の評判に消えない汚点を残すことになると返信しているアボリジニーとの友好的な触れ合いや襲撃の減少を受けてアーサーは8月19日に政府通知を出し先住民の 敵対的な態度が少なくなってきたことに満足し、入植者たちには慎重に、この哀れな者たちに対する攻撃行為を控え、彼らが食事をしたり旅立ったりするのを許すよう、勧告した。しかし、それでも攻撃は続き、市民のパニックと怒りが高まったため、一週間後に開かれた行政評議会では、入植者とビッグリバーやオイスターベイの士族との、 絶滅戦争になりかねない状況を収束させるために本格的な軍事作戦を決定した。10月1日にはバンディーメンズランド全体に戒厳令が敷かれ、アーサーは健常な男性入植者全員に10月7日に入植地内の7つの指定場所のいずれかに集合し、この惨めな人々を地域から一掃するための大規模な運動に参加するよう命じた。 後にブラックライン作戦として知られるようになったこのキャンペーンは植民地の報道機関に熱狂的に迎えられた。ホバートタウンクーリエ氏は目の前にある壮大で輝かしい目的を達成するためには説得が必要なのではないかと述べている。1825年、党の北西部ではバンディメンズランドカンパニーに雇われていた入職者とアボリジニーとの間に アボリジニー女性への暴行や拉致、カンガルーの群れの殺戮が原因で紛争が発生した。1827年には、入植者の羊飼いがアボリジニー女性に痴漢行為を働いたため、その報復として羊飼いが槍で刺され、100頭以上の羊が殺された。これに対して入植者の一団がアボリジニーのキャンプ場を夜明けに襲撃し、12人を殺害した。 この争いは1828年2月10日のグリーム岬の虐殺に発展する。マスケット銃で武装した羊飼いたちによって崖の下で飼いを取っていた30人ものアボリジニーが待ち伏せの上殺害されたのである。1829年8月21日、現在のバーにー近くにあるエミューベイで4人のカンパニー社員がアボリジニー女性の背中を撃った後、 斧で殺害した。この地域では暴力行為が続き、1831年7月と10月に3人の社員が槍で刺されて死亡し、羊や牛にも大きな被害が出ていた。北西部のアボリジニー氏族の人口は1820年代には700人から300人に減少し、羊飼いたちがアボリジニーを見たら撃つと誓っていた。 北部では1826年には400人いた、人口が1830年半ばには60人以下にまで減少した。紛争は1834年に一旦停止したが、1839年9月から1842年2月にかけて再開され、アボリジニーは少なくとも18回、カンパニーの人間や財産を襲撃した。ブラックライン作戦は、 バンディメンズランドの全守備隊の半分強にあたる約550人の兵士と738人の囚人、912人の自由入職者、民間人の計2200人で構成されていた。全面的な統制をとっていたアーサーは第63連隊のショルト・ダグラス少佐を部隊の指揮官に任命した。その目的は9つのアボリジニー氏族のうち4つの 氏族を前線に閉じ込め、ホレスティア半島を越えて、イーストベーネックまで、そして、アーサーが、アボリジニ保国に指定した、タスマン半島まで追い込む攻撃作戦を取ることで、あった。10月中旬に2つの師団が合流したものの、地形の問題からすぐに包囲網は破られた。この作戦の唯一の成功は、10月25日の夜明けの待ち伏せで、2人のアボリジニが捕らえられ、2人が、 殺されたことだった。ブラックライン作戦は11月26日に終了した。ライアンの推定では、島全体で300人、ブラックライン作戦が展開されていた地域では200人のアボリジニが生存しているのがやっとだった。しかし彼らは作戦期間中、ラインの前後を問わず入植者を少なくとも50回は攻撃し、しばしば小屋を略奪して食料を得ていた。 1830年から31年にかけての夏、アボリジニーの攻撃は低レベルになり、コロニアルタイムズ氏は敵は一掃されたか、恐怖で行動しなくなったのではないかと推測し、コロニストの平和への期待は高まった。しかし、北部は依然として危険な場所であることに変わりはなく、1月29日には、デイリープレーンズで、入植者の女性が殺害され、彼女の夫が、 同様の襲撃を受けて亡くなった。その3ヶ月後には、3月には、イーストタマーの庭で作業をしていた、乳児を抱えた母親が槍で刺されて死亡している。1830年の250件に対し、1831年は70件と、前年の3分の1以下になったものの、入植者たちは依然として恐怖を感じており、多くの男性が仕事に出るのを拒んでいた。 ジョージ・オーガスタス・ロビンソンしかし、アボリジニー委員会が新たな一連の公聴会で発見したように、福音主義的な人道主義の活動からはポジティブなニュースも生まれていた。ジョージ・オーガスタス・ロビンソンは1829年にブルーニー島のアボリジニーのための配給所の倉庫係に任命されていた。ロビンソンは1830年1月から島中を探検して、 アボリジニーと接触し、11月には13人のアボリジニーを降伏させ、700人と推定されるアボリジニーの全人口を排除できるとアーサーに手紙を書いた。1831年2月4日の新たな報告書の中でアボリジニー委員会は、ロビンソンの融和的な任務と現地の言語を学び、 政府と入職者が一般的に彼らに対して親切で平和的な意図を持っていることを説明する努力を称賛した。委員会は降伏したアボリジニーをバス海峡のバンシュタート島に送るべきだと提言した。しかし委員会は入職者にも警戒を怠らないよう求め最も離れた家畜小屋に武装した集団を配置することを推奨した。これを受けて150もの家畜小屋が 待ち伏せ場所に変えられ、先住民の移動ルート上に軍事基地が設置され、スプリングベイ、リッチモンド、ブレイクオーデー・プレインズに新しい兵舎が建設された。アーサーの融和的なアプローチとロビンソンの友好的な使命への指示は、植民地の人々や入植者の報道機関から広く避難された。島の北部高地にあるグレートウェスタンティアで明らかに空腹で、 寒さに耐えられず自暴自棄になっているアボリジニーが真冬に激しい襲撃を繰り返したことでその非難はさらに高まった。これらの襲撃は1831年8月31日に北海岸のポートソレイルで船長のバーソロミュートをマスと監督のジェームズ・パーカーが殺害されたことで最高潮に達した。この殺害事件は実際にはブラックウォーの最後の事件となったが 植民地財務長官の弟であるトーマスが、アボリジニーに同情的であり、地元の先住民を融和させようとしていたこともあって、かつてないほどの恐怖と怒りの波を引き起こした。ロンセストンアドバタイザー氏は、残された道は、アボリジニーの完全な絶滅だけだと宣言し、別の新聞では、これからの季節に、先住民がさらに大きな残虐行為に走るのではないかと危惧していた。 数週間後、タスマニア州スワンシーでグループが小屋を襲ってパニックを引き起こし、10月下旬には100人の武装した入植者がフレシネ半島の狭い部分に戦線を張り、半島に渡った数十人のアボリジニーを捕らえようとした。しかしアボリジニーは野岸をついて脱出に成功し、4日後には戦線は放棄された。 1831年12月31日、ロビンソンと約14人のアボリジニー施設の一行は、オイスターベイトビッグリバーの氏族が合併した、マイレムネル族28人に幸福を促した。トンガロンターとモンペリアターに引きられた、男性16人、女性9人、子供1人の小さなグループは、かつて島で最も強力な一族の一つであったため、 ホバートタウンの多くの人々は、ロビンソンが彼らと一緒にガバメントハウスに向かう、メインストリートを歩いている間、通りに並んで眺めていた。彼らは、フリンダース島のワイバレナの入植地に送られ、それまでに捕らえられていた、別の40人のアボリジニーと合流したが、島に収容されていた、別の20人は、以前に死亡していた。5月下旬には、キッカーポラーや、ウマーラなど、 さらに多くの人々がインフルエンザに感染して死亡した。12月の幸福により、ブラックウォーは事実上集結した。1842年までは北西部で孤立した暴力行為が続いていたが、それ以降は定住区での暴力行為の報告はなかった。戒厳令は幸福が公表された2週間後の1832年1月に撤回され、 1832年5月28日には、捕虜となったアボリジニーに対する懸賞金が廃止された。1832年2月、ロビンソンは西部、北西部、ロンセストン地域への数回にわたる遠征の第1回目に着手し、残存するアボリジニーを降伏させた。ロビンソンは、この戦略はアボリジニー自身のためであり、 英国文明とキリスト教の恩恵を受けながら入植者の手による絶滅から彼らを救うことができると信じていた。しかし保護されていない彼らは激しい敵意にさらされていると警告した。ロビンソンはいくつかの小グループを説得してフリンダース島に移送したがそこで多くの人々が肺炎で死亡した。1833年初頭からは暴力がなくなったにもかかわらず 北東部のアボリジニーを武力で捉えるようになった。タスマニアの北西端にあるハンター島と西海岸のマッコーリー湾にある流刑地の両方が捉らえられたアボリジニーを交流するために使われたが多くの人がすぐに病気にかかり死亡率は75%にも達した。ロビンソンはマッコーリー湾の流刑地の状況についてこう述べている。死亡率は恐ろしくその被害は 前例がなく恐るべき災難だった。1833年11月、生き残っていたアボリジニーは全員、マッコーリー湾からフリンダース島に移送された。1835年初頭には300人近いアボリジニーが投降したと、ロビンソンは植民地長官に報告している。島の男性は、臨地の開拓、道路の建設、柵の設置、羊の毛刈りなどを、 女性は選択、裁縫教室、授業への参加などを求められた。フリンダース島のバレな集落では伝染病が多発し、1833年に約220人いた人口が1847年には46人にまで減少した。イギリス人が最初に到着した1803年のタスマニアのアボリジニの人口は3000人から7000人と推定されている。 リンド・オールライアンは人口調査の分析から島の9つの地域に約7000人が分散していたと結論付けた。しかしニコラス・クレメンツはブライアン・ JB ・プロムリーやリース・ジョーンズの研究を引用し3000から4000人と推定している。ホバート地域では暴力沙汰が報告され植民地北部のタスマニア州上寺タウンでは副総督のウィリアム・パターソンが 兵士に命じて、アボリジニーを見つけたら、どこでも撃ち殺すようにしたと考えられている。1806年以降、この地域のノースミッドランドの一族は、事実上消滅した。1809年、ニューサウス・ウェールズ州の調査官、ジョン・オックスレイは、白人によるカンガリュー狩りによって、植民地全体で、原住民の間で、かなりの犠牲者が出ていると報告した。 入植者の一人である囚人冒険家のジャーゲンジャーゲン戦も入植者が平気で嫌がらせをするため植民地の最初の6、7年間でアボリジニーの数が大幅に減少したと主張している。1819年にはアボリジニーと入植者の人口はそれぞれ約5000人でほぼ同数であったが入植者の間では男性が女性を4対1で上回っていた。 この段階では両人口は健康で感染症の流行は1820年代後半まで見られなかった。ライアンはコロニアルタイムズ市の推定値からブラックウォーが始まった1826年定住地区に住んでいたアボリジニの数は1200人だったとしている。一方、クレメンツは タスマニア東部のアボリジニー人口は1000人程度であったと考えている。歴史家たちはブラックウォーの総死亡者数の推定には違いがあり、その理由はアボリジニー殺害のほとんどが報告されていないためだとしている。1828年に発行された頃にあるアドボケート市は田舎では先住民がたくさんのカラスのように撃たれたという事例が発生しているが、 それが公になることはないと報じている。上の表は、アボリジニーと入植者の死亡者数を示したもので、ライアンが書いた定住地区での紛争の統計に基づいている。タスマニアのアボリジニーのうち、紛争で生き残ったのは約100人で、クレメンツは、ブラックウォーの開始時には先住民の人口が約1000人だったと計算しているため、その間に900人が死亡したと結論づけている。 彼は約3分の1が内紛や病気、自然死で亡くなったと推測しており、辺境での暴力で亡くなった人は、保守的かつ現実的に600人と見積もっているが、次のようにも述べている。本当の数字は400人くらいか1000人くらいかも知れません。タスマニアのアボリジニの人口をほぼ全滅させたことは、ロバート・ヒューズの現場とされ、ヒューズはアボリジニである。 タスマニア人の喪失をイギリス植民地時代の歴史における唯一の真のジェノサイドと表現している。ボイスは1828年4月のアボリジニーを白人居住者から分離する宣言はアボリジニーであること以外の理由はないという理由でアボリジニーに対する強制力を認めていると主張し1832年以降入植者との戦いを諦めたアボリジニーの タスマニア人をすべて排除するという決定は極端な政策的立場であったと述べている。彼は1832年から1838年までの植民地政府はバンディメンズランドの西半分を民族浄化し追放された人々を無慈悲にもその運命に委ねたのであると結論付けた。1852年、作家ジョン・ウェストは著タスマニアの歴史において タスマニアのアボリジニの抹殺を組織的な大虐殺の例として描いている。1979年のポール・コー事件ではライオネル・マーフィー裁判官がアボリジニの人々は平和的に土地を放棄したのではなく大量虐殺に相当する方法により殺されたり強制的に土地から追い出されたという見解を示した。歴史家のヘンリー・レイノルズは辺境戦争の間入植者たちから アボリジニーの絶滅や抹殺を求める声が高まっていたと述べている。しかし彼はイギリス政府が入植者の行動を抑制する源として機能していたとも主張している。1830年11月にジョージ・マレー教がアーサーに宛てた手紙にはタスマニア人の絶滅は英国政府の性格に消えない汚点を残すことになると警告しているので、 この出来事は1948年の国連条約で定められているジェノサイドの定義には当てはまらないという。彼はアーサーがアボリジニーを倒して土地を奪うことを決意していたと述べているが、彼がその目的を超えてタスマニア民族の滅亡を望んでいたという証拠はほとんどないと考えている。クレメンツは第二次世界大戦におけるナチスのユダヤ人虐殺。 二つの土族虐殺、現在のトルコにおけるオットマンのアルメニア人虐殺など、イデオロギー的な理由で行われた虐殺決定とは異なり、タスマニアの入植者は主に復讐と自己保存のために暴力に参加したとしている。さらに彼は、性欲や病的なスリルを求めていたものでも、原住民を絶滅させるためのイデオロギー的な原動力はなかったとも述べている。彼はまた、 大量虐殺は敗戦国や捕虜などの弱い立場の少数民族に行われるが、タスマニアの原住民は植民地の人々にとって有能で恐ろしい敵であり、双方が非戦闘員を殺した戦争の中で殺されたのだと論じている。ローソンはレーノルズを批判し、大量虐殺はバンディメンズランドの植民地化を目的とした政策の必然的な結果であったと主張している。 彼によれば、イギリス政府は、タスマニア人に対する分割統治と絶対的な力の使用を支持し、ロビンソンの友好的な使命を承認し、その使命を1832年からの民族浄化キャンペーンに変えることに共謀したのである。フリンダース島では、アボリジニーはヨーロッパ人のように土地を耕し、ヨーロッパ人のように神を崇めることを教えられたとし、 ローソンはこう結論づけている。フリンダース島で行われた変革のキャンペーンは文化的大虐殺に等しい。H.G. ウェルズはこの戦いについて宇宙戦争の序文で次のように触れている。我々人間は自らが言ってきた無慈悲で徹底した破壊という諸行を思い起こす必要がある。それもバイソンや堂々といった動物を絶滅させただけでなく、 我々の劣等な禁煙種たちまでも手にかけてきたことを、タスマニア人たちは我々人とよく似ていたにもかかわらず、ヨーロッパからの移民が行った駆除作戦によって50年のうちに絶滅させられてしまったのだ。ありがとうございます。